おはようございます。枝橋ハウス3分の2です。悪いね、シャイでちょっとこいつあんま喋んないんだわ。ハマチだってよ。ハマチって言ってたじゃないんですよ。ああ、今竹内くんがいないんですけど。うん、よらんね。竹内くん今ね、あの名古屋仕事で行って、で帰ってきてるみたいな。日帰りでね。日帰りで帰ってきて、あと2、30分後ぐらいにね、着くんですよ。長旅から、旅というか、まあ長旅から、遠くからね。もうパッパって帰ってきて、多分疲れてると思う。すごい。確かに朝も早かったんちゃう？うん。だからね、今日、ねぎらってあげようと思って、帰ってきた瞬間に、こう動画回して、お疲れ様、おいでおいで、みたいなして、で、なんかもうあらかじめ今から二人でコンビニとかに行って、飲み物とか、食べ物とかを買ってあげて、でもういいよいいよ、みたいな。ずっとなんかある感じで、ただねぎらったら、どんぐらい戸惑うか。あ、実はこれなんかやってましたみたいな。なんかありそうやろ、絶対に。あ、確かに。誕生日だと思ってるとか、例えばね、わかんないけど、なんか。でもやっぱ、本当にねぎらってあげたいから、全力でねぎらって、どう思うか。早く寝たいんじゃない？その可能性もある。うん。でも早く寝たいんだけど。何これ何って。明日もちょっと忙しいみたいな雰囲気あったけどね。うん。飲み物、食べ物買って、あとは一人一個出し物して。出し物？それ見せてあげて。なるほどね。で、ねぎらう。うん。なんかあるみたいな言うのかな？どう思う？まあ、これ何とか言うんじゃない？ああ。どういうことどういうことみたいな。願わくばどういうことどういうことのまま終わらせたい。切りたい、もうその、動画を。確かにな。いや、これ何もなかったんかいとかもなく、切れたら一番ベストやね。その、困惑のまま。終わり？動画が終われば、一番ベストなんだけど。やっぱなんかある感じだったらしとく？そうね。ちょっとニタニタしとく？あ、ニタニタしよう。時間とか気にする？え、今何分なったみたいな。あ、確かに。ちょっと言う？遅いな。誰か、来るみたいな。あ、それもやろ。遅いなとかもやって。俺の部屋に、は入らんといてみたいな感じ。あ、いいね。隠してそうな感じ。隅の部屋に入らんでもらうか。絶対に。今日は、一回、寝るときお風呂入らんくて朝入りや、みたいな。謎に。汚れる可能性とかも考えさせてるから。途中で一回俺と隅が、ちょっとだけ喧嘩するってのうん、関係なく関係なく。ちょっとその殺伐としてる時があるとか、その、お前それどかしとけや、みたいな。なんか、分かってるって、みたいなの。一瞬なんかピリッと。一回ちょ、それを、じゃあ、物買いに行こう。よし、行こう。買ってきました。はい、買ってきました。無事。まあ、いろいろね、買ったんですけど、それはまあ、もう、この粒出していく。楽しみって感じで。あとは出し物ぐらいか。そうね。あと、まあ、あの、セッティングとして、ここ、部屋をさ、閉めておいて。ああ、そうやね。なんもないくせにむちゃくちゃ竹内がさ帰ってきた時からの反応がすごい良くて、その時点でめっちゃ楽しい感じやったら、出し物はもうその一番削るポイントできたら出しにしたいな。できればね、一回閉じます。はい、お疲れ様。お疲れ様。お疲れ。お疲れ。いや、お疲れ。疲れたでしょ。もう荷物、あ、じゃあ部屋行く。置いてお疲れ様、ほんまに。大丈夫、ほんとに。あ、すみ、あれ、大丈夫。あれ、もう、あ、あれ、あ、大丈夫。朝早かったんじゃん。まぁ、ちょっとね。わぁ、疲れたやろ。ほんとにお疲れ様。うん。いや、じゃあもう、いや、座り、座り。座り、座り。座り、座り。あ、大丈夫。まだ。じゃあまあ、本当に、お疲れ様ってことで、ちょっとねぎらってこう、竹内のこと。本当に。今、名古屋から帰ってきたとこやもんな。そう。もう、お疲れ様、ほんまに。新幹線で？新幹線で。大変やな。とはいえ。大変や、ほんとに。あれ、出す、買ってあげて。体出しか。え、何？よしよしよし。いや、いい、そう、座りや、座り。そう、ほんとほんと、そんな、そんな。うん。普通に疲れたかなと思って。うん。ジャスミン茶とか。ジャスミン茶。まあな、普通にね。普通に飲むもん。まあ普通に。まあなんか飲んでほしくて、普通にね。普通に飲んでほしくて。うん。今。普通にどっちでもいい。あ、うん。スモークタウンとか好きやるだけ。好き好き。ちょっともしね、今、まあ帰ってきてすぐお腹空いてたら、あれかなと。ちょっと小腹空いてたとしたら食べてもいいよ。うん。プチシュー。うん、なんか。やっと。
うん、いや全然全然、それだ疲れてるやろうし、うん、本当に、うん、まあ、普通にあの、グミとか、うん、グミ、うん、食べるっけ、竹内、まあ、あんま食べるイメージないよな、うん、でたまに食べたらうまいかなと思って、うん、寝る時用のさ、うん、リポビタンでみたいな、そう、コナンとか疲れてると飲んだら、うん、別に今じゃ、今じゃなくてもいいけど、ああ、うん、日本で本当に大丈夫、まあ、あとこの顔パックとか、うんうん、え、うん、疲れてるから、あそコンビニにあって、うん、そう、え、疲れてるかなと思って、ちょ、お前 もっとテキパキ出すって、あ、ごめん、これとかモンスターバブルとか、うん、あ、そう、お風呂とか、うん、お風呂、うん、もう今日じゃなくてもいいし、そっか、まあ、そうね、今日じゃなくてもいい、まあ、お風呂、今日でもいいよ、今日でもいい、あ、でもお風呂はまあ、でもあれか、うん、あの、今日じゃない方がいいか、明日朝は入りや、うん、うん、うん、全然今日は寝る前とかじゃなくて、明日朝、今ちょっとほんま、なんか、可愛い好きかなと思って、うん、うん、いや、まあ、うん、え、うん、それも3200円、マジ普通に3200円、うん、頼んだけど、レジ行って、うん、しびれた、あ、これ普通プライベートスイーツ、隅のね、隅のプライベートスイーツね、うん、まあ、そんなもん、うん、好きなタイミングで食べたりしてくれて、いいよ、別に、うん、まあでもテーブルとか出し、もう、あー、もうテーブル出せって、お前がカレーじゃん、いやいやいや、疲れてる、疲れてる、いやいい、隅、隅、隅にやれ、隅にやれ、隅にやれ、座って座って、フジッシュ好きやったもんな、フジッシュ俺、あ、いい、それ隅、隅出して、隅出して、大丈夫、大丈夫、え、何で戻すの、あ、じゃあ牛タン、隅チンしてきた、あ、牛、あ、でも牛タン、まあ一回、いや、お前考えたらこれ、俺がな、全部変わるんだ、なんかそっちの、まあまあまあ、どういうこと、今何時、今何分ぐらい、あ、もうちょいか、あ、オッケー、あー、おー、普通に片付けとけよ、お前がやれや、ヘイホ、もうちょいこっち向きやろ、どういうこと、いい、もう全然全然でも本当ゆっくりしちゃって、いや、マジごめんごめん、なんか本当はね、動画とかももう聞きたいんだけど、まあ、一応ね、まあ、ごめん、うん、これが一番邪魔やもんな、でもまあこれだけやったらあれやから、まあちょっとなんか出し物とかする、出し物する、うん、しちゃう、まあじゃあ なんでなんでこっち来てもらうか、で出し物、出し物だけするか、そ、隅が持ったら、怖いんだよどっちから、じゃあ出し物、まあ隅から、じゃあ出し物、いや本当ねぎらいたいな、あ、それちゃんと閉めて、ちゃんと閉めて、まあここはまあ、じゃあで、こっから出てくるわ、あー、オッケー、チャンチャラン、チャラチャンチャンチャン、チャンチャン、チャンチャン、暑い涙や恋をさ、お、クワタモノマネだ、クワタの、クワタ、クワタだ、すごい、あ、クワタだあれでも偽物の、偽物じゃない、偽物の後ろから、あれ偽物、あれ偽物の後ろから、え、え、嘘、え、嘘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 、あ、ちょっと呼んできてください、すいません、うわ、嘘、本当だ、嘘、偽物の後ろから、本物だ本物だ、うわ、なんでこれやってくれたの、本物だ、出し物、うわ、本物だあ、子供たちだ。パチ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 。何これ？いや、すごい。あ、どうも。めちゃいい。普段そんなちゃう。うわ、クワタ、クワタだったな。いや、出し物。ちょっと照れた。ごめん。もっと上手くできたのに。長旅でね、疲れて帰ってきてるから。ちょっとでも楽しんでくれたら、うん、リフレッシュしたらいいかなと。うん、よっしゃ、行く俺も行くか、じゃあ。出し物、うん、なんて俺が名古屋行ったから。
その気じゃなくて今すぐが何で大人ブルーな曲間違えてるやろ。あんま知らんやん。あんま知らんやん曲。あんま知らんやん曲。黄色しる青いつぼみのまま大人ブルー。いっぱい動くやつやからこれ。いっぱい動いて何本のやつよこれ。何本だよ。何の握手。新しい。握手握手。あ、握手や。え、もう一曲ですか。しますいや、大丈夫です、もう一曲ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。はい。え、なんで用意してんの。はい、オッケー。ねぎらえればなと思ってね。なんで、ね、こんなねぎらってくれるの。楽しめた。まあ、そこそこよかった。どうどういや、そう、楽しいかな。怖いですいや、普通にねぎらってるだけやね、うん。なんでかが気になるか、なんでねぎらってるかが気になるか。竹内がさ、まあ、好きな人とかいたら疲れてる時とかなんか励ましてあげたりとかなんか癒してあげたりとかした、うん、こんな急には頑張らないそっちあげたんか。あ、そうそう、こわあ、今25分や。あ、そっか、パッと出せるやつ。いや、お前なんでなんかあれわからんことだらけじゃあ、竹内さ、今回の動画が7階建て、中何階建てかあれに向かって言ってもらっていい言ってもらっていい。なるほどね、うん、何階建て、中何階建て、もう終わりでよし、よし、そこ開けられたらあかんか。あ、そこ、開けられたらここから開けられたらあかんの。何階建て、中何階建てか言うってこと。うん。あ、じゃあもう別にいいか。あ、そうか、もう大丈夫。うん、別に何もないないんや。え、まあ本当に。うん、ほんまに何もない。うん、じゃあ、長いです。何階だ。あれ。7階だ。そうなんや。握ってもらったから。握ってもらった。気使って。は出るんすね。いやー、皆さんもね、あの大切な人とか、うん、仲良しの友達とか家族とかね、うん、疲れてたら握ってあげてくださいね。はい。どういうこと。よっしゃー。待って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 待